石屋製菓プレゼンツアウンジェイの北海道の四季。皆様こんにちは。和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山です。アウンジェイの北海道の四季。この番組では和楽器奏者である我々が二十四節気七十二候をもとに日本古来からの季節の捉え方を皆様と共に学んでいく番組です。今週のアシスタントはこの方、桜 J サウンズ忍え担当の玉木ひかりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ひかりちゃん、もうね12月21日クリスマス目前で、はい、街中はもうクリスマス一色ですよ。もうそうですね、ちょっとワクワクしてきますね。なんだろうね、あのシャンシャンする感じはワクワク感ありますよね。はい、はい、ひかりちゃんはなんかこう、なんだろうな、毎年こうやるクリスマスの行事、なんか家族でなんか食べるとか、うん、もうターキーさばくとか、うん、そういうなんかありますか、はい、毎年の行事みたいな、クリスマス行事。そうですね、私の母が実は帰国子女でして、うん、おー、そうなの。そうなんです。なので幼少の頃から高校生までアメリカで過ごしていたので、へえ、中身が本当にもうアメリカ人で。それ、お母様のご両親はもう日本人。あ、じゃあもう側は日本人だけど、はい、中身アメリカ人なんだ。そうなんですよ。なるほどなるほど。なので、何でしょう、クリスマスの時はそれこそチキン、うん、チキン丸ごとの中にこういろいろ野菜詰めたりとかしたりとかして、まあ、お母さんがいつも作ってくれますね。うん、ザ・アメリカ料理。やっぱりそれでもさ、そのお母様のご両親っていう方は日本からアメリカに向かった方。そうですね。でしょ、っていうことはでもやっぱその周りの友達とかからそういうのを教えてもらったりとかするのかな。多分そうなんだと思います。家では多分ね、おばあちゃんおじいちゃんは本当に普通に日本料理が好きで食べてると思うんですけど、うんうんうん、母だけ本当に中身がアメリカ人なので。中身がアメリカ人。いいね。でもそれはクリスマス、ほら、例えば食べ物もそうだけど、うん、あのプレゼントの渡し方とか。ああ、そうですね、なんかやっぱ子供の頃はクリスマスツリーの下にサンタさんが来たりとかしてましたね。はい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 、だから本当25日の朝はもうとっても楽しみで、でサンタさんがにケーキを作るんですよ、うん、24日に。あ、いいね、うんうん、でそれでこれをサンタさんに、あの、今日は来てくれてありがとうっていう手紙を添えて、はいはい、で次の日の朝起きてみるとサンタさんがそれを食べた、食べてものが残ってるという。あ、素敵。あ、サンタさん来たっていう。なあ、それは素敵ですね。はい、とても思い出に残ってます。あれさ、24日の夜とかさ、もう今年こそサンタ見てやろうってさ、ちょっと頑張って起きようとしたりとかしてなかった？しましたしました。毎回寝ちゃうんだけどね、結局ね。そうなんですよね。まだしてやられたってなるんだけど。そうなんですよ、悔しかったですね。そうか、うちもまあね、そうそう、クリスマス、まあ、来てましたね。まあ料理はそんなにクリスマス、でもあれかな、鳥ちょっと大きいやつを買ってきて、 あのなんだ、手羽のちょっと大きいやつを、はい、あのなんだ、手元持つところはアルミホイルで巻いてこう、はいはい、食べるみたいな。わあ、いいですよね。そういうのはやってた。あとはあの味噌こんにゃく田楽みたいのがあった。え、めちゃめちゃなんか日本の感じがきましたけど。そうそうそ う, そうよくやってたんでね、こんにゃくね、なんだろう、湯煎する機械があるの。え、湯煎する機械があって、そこにそのこんにゃく串に刺して、はい、で大きい湯飲みに、はい、ちょっとシャバシャバにした味噌と生姜を、生姜結構たっぷりめに入れたやつを作っておいて、おいそう、その湯煎してある串に刺したこんにゃく抜いては、その何、湯飲みか、湯飲みにこうジャボってつけて食べるみたいな。もうできるだけたっぷりつけてやろうみたいな感じで。そう、二度漬けはします。まあ家だから死ねだと思うけど。はい、そう、なんかそう、冬のイメージはそんな感じかな。うん、それちょっと美味しそうですね。そう、あれちょっと再現したいんだよな。はい、やってみよう今度。はい、ということで、まあ、クリスマスね、ぜひ皆さん、あと、数日のクリスマスを存分に楽しんでいただきたいと思いますけれども、今日はねちょっと和楽器、まあ我々ね和楽器使っているんですけれども、まあ、演奏するときに、まあ、何かを見る、まあ、いわゆる譜面、うん、一般的に譜面っていうと五線譜って呼ばれる、横に5本線が引いてあって、そこに玉がね、はい、ポンポンポンってお玉ジャクシ書いてある、いわゆる五線譜っていうものがまあ一般的なんですけど、
和楽器だとね譜面がちょっと違うんですよね。そうですね。尺八だとどういう感じですか。例えば尺八だと、まずそもそもの譜面の書き方が縦なんですよね、はい、で、尺八の場合はカタカナが書いてあって、ロ、ツ、レ、チ、ハとかイとか、なんだ、ハ、パーもいったな、ピとかシとか、ピ、そうそうそう、あるんですけど、それが尺八の指穴の押さえ方を示していて、でそれに合わせてあの指を押さえていくと、で、あのね、なんだ、五線譜でいうところの例えば八分音符とか四分音符とかっていうのは、その例えばロとか書いてあるものが何も書いてなかったり、ロと書いた下に棒が引っ張ってあったり、ロと書いてある右側に線が引っ張ってあったり、例えばロにロってカタカナのロって書いて右側に縦に線ピッて引いてあるだけだと、それが四分音符なんですよ。で、ピッと引っ張ってあるものにちょん、引っ張った線の真ん中にちょんって点が書いてあると八分音符。例えばローツって書いて2つ続けて書いてあって、両方に線がグイって引っ張ってあったら、それも八分音符。で、線が二重になると十六分音符。だから結構いわゆるおたまじゃくしというか、その五線譜のところに似た部分だから、もちろんそこから発想を得て、作った部分が多いかな。それ今言ったの登山流っていう、都に山で登山流っていう流派の譜面なんですけど、金古流、琴に、古いの金古流っていう流派だとちょっと似てるけど、そのなんだろうな、拍の書き方がまた違ったりとかして。そうなんですか。そうなんですよ。初めて知りました。そうそう、これね、そう、和楽器って一言に言っても、まあ、例えば尺八、篠笛、三味線、琴、まあ、太鼓もそうですし、まあ、琵琶とかね、いろいろあるんですけど、全部違うんですよね、みんな使ってる譜面が ね、 そうですね。例えば篠笛だとどんな感じですか。篠笛も尺八と同じように縦書きになっているんですが、カタカナのロツレチとかではなくて、数字1234567、はいはい、これが漢数字になると低い音、で34数字になるとオクターブ上がる音、でさらにまた上行くと数字の上にこのチョンって、丸とかじゃなくてチョンが、チョンが、チョンにみたいな感じで、はいはい、さらに高いよっていうのを示したりとかしていますね。あの三味線とかに結構似てるかな、そういう意味では。そうですね、確かに、例えば三味線だと、三味線の中でもいくつかね種類が、なんでこんなに種類があるんだってぐらいあるんですけど、三味線でいうと例えば、弦の数が3つあって、で一番低い、僕の知っている三味線のね書き方で、一番低い方の糸には基本的に漢数字が書いてあるんだけれども、左側にカタカナのイって書いてあって、カタカナのイに漢数字が書いてあると、一番低い方の糸のどこを押さえてください。でただの漢数字だと、2番目の糸のここを押さえてください。でいわゆる3、4数字、アラビアの数字だと、一番高いところの数字のどこ、何番を押さえてください、はい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 、っていう書き方なんですよね。私が知ってる三味線とまた、違うんだよね。僕が今言った三味線は地唄の三味線っていうやつで、で、ひかりちゃんが多分今まで触れてきた三味線はいわゆる長唄、はい、長唄三味線の、書き方はちなみにどんな感じになるんですか。そうですね、それこそ漢数字と数字と、あとどこのポジションを押さえるかっていうのが、ローマ数字っていうんですか、この1とか 2とか、これ2本線引っ張ったり3本線引っ張ったり、はい、あのっていうのが、はい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 、その左手の真ん中3本、人差し指、中指、お姉さん指のどれを使うかっていうのが書いてあったりとかしますね。だったかな、最近触ってないからですけど違うんですね。違うね、びっくりしました今そうそう、それ聞きたかったんで、多分長唄の三味線と地唄の三味線また違うだろうな。で、あのアウンジェイにいる、中棹三味線のね、あの尾上さんは、はい、あのお母様がハウタの三味線してて、あれもまた多分違うんですよね。
歯歌の三味線って多分長歌の三味線、長い歌の端っこいいところ取りをした三味線で歯歌って言ってるんですけれども、うん、まずね多分ね横 に書くんだよね。あ、文化譜って呼ばれるやつ。それそれ多分、うん、本当にね譜面がいっぱいあるんですよ。信じられないぐらいいっぱいあるんですよ。確かに。おこととかやった？おことやったことないです。僕はその多分ひかりちゃんそのお囃子っていう中で笛もやれば、三味線もやってって、でそれでそれぞれの譜面の見方ちょっと、ね、勉強したりすると思うんですけど、はい、僕も芸大入った時はおことと三味線の譜面の見方勉強してやんなきゃいけないんですよね。勉強しなきゃいけなくて、でおことは、おこともいくつか流派によって譜面が違ったりするんですけど、おことはね、おことは比較的わかりやすいかも、はい、一番低い方の糸から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って関数字書いて、あと3本、13本あるんでね、はい、で11本目がと、これは、一途間のと、はい、で、12本目がい、これは何々のためっていう漢字を書いていで、一番最後は13本目は金、幅っていう意味の金かな。このと、い、金を使ってまあ譜面が書いてあるんですよね。で縦に書いてあって、はい、で基本的にお琴の譜面はこう箱が書いてあって、その箱一つが一拍で、半分で書いてあったら8分音符で、4分の1で書いてあったら16分音符みたいな、なんか一番分かりやすそうな、比較的分かりやすい譜面だと思いますね。あれはで17弦、アウンジェイで使ってる低い音の鳴る楽器だと、もうプラス7本あ、でもうプラス4本か、うん、あるんですけど、それは1から10までは一緒で、で11本目からは漢数字じゃなくてアラビア数字になるんですね、いわゆる普通の数字。違うんですね。違うんですよ。そうそうそう、遠い金の先にあるわけじゃなくて、そうなんですね、遠い金使うのはもう13本のおことの時だけ。勉強になりますそうだから講習会とかで、例えば自分の作った曲とか、まあ、父親の作った曲とかをおことの人相手に講習する時があるんですよね。そういう時は五線譜見ることもあれば、おことの譜面見ながらやる時あるんで、だからある程度読めるようになっててよかったと思いますよね。すごい。でも分かりやすい、数字が上がっていけばまあ高いだろうみたいな、なんとなくなんとなく勘で、まあこうなってたらこういうメロディー弾いてんだろうなみたいな、実際弾いてもらったらあこっちだったみたいなたまにあるけど、概ね間違ってないだろうみたいな。全然違いますね。だからそういう意味では、例えばさ 3,4,5,6 って書いてあったら、うん、あ順番に弾いていけばいいんだなって分かるから、はい、まだ本当おこととかは分かりやすいなって思う。ロズレチってなんだよってなるもんね知らない人が見たら本当わけ分かんない感じ。そこを覚えるところから結構苦戦する、まあ、そうだね。でも、ね、慣れれば古戦より楽な時もあるよね、やっぱり。というわけで、譜面に関してのお話はちょっとなかなかお話尽きないところなんですが、ここで1曲目をお届けしたいと思います。まあクリスマスシーズンもう真っ盛りということで、まず1曲目は僕の思うこれぞクリスマスソング、マライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You、 恋人たちのクリスマスをお届けします。マライア・キャリー恋人たちのクリスマスをお届けいたしました。はい、それでは本日の石谷聖雅さんのスイーツのコーナーに参りたいと思います。今週ご紹介するスイーツ、これもなんとクリスマス絡みです。今週はこちら、クリスマスミニブッククッキーアソート。これ新商品です。いや、北海道産小麦を使用したサクホロ食感のクッキーを絵本のようなクリスマスらしいボックスに詰め合わせました。シンプルで素朴な味わいのプレーンと、豊かな香りが広がるメープル風味の2種類が入ったクリスマスにぴったりの見て食べて楽しいギフトボックスです。ということでね、かわいい。このなんか本の形しててね、あーかわいいらしい。すごい、サンタさんと。何がいいの？サンタさんと雪だるま。雪だるまこれメープルかな、ちょっと茶色っぽい感じのね。鹿、あ、トナカイ、ね、鹿じゃねえだろうな
鹿じゃねえだろうな、うん、トナカイだろうなきっとな、うん、じゃあちょっといただこうか、はい、プレーンいただきたいな、ありがとう、はい、プレーンサンタさん。まあね、美味しいよね、石屋さんのねクッキーは絶対。いただきます、サンタさん、いただきます。うん、あのね、お、あ、そっか、ちょっと頭のどっかでラングドシャを想像してたけど、これほんとクッキーだ、うん、ほわんほわんの美味しい、美味しい、サクホロが分かりますね。そうね、そう、もう言葉の通り、うん、サクホロ、ちょっと想像してた食感と違ってすごいびっくりした。美味しい、うん、これ言い方が正しいか分かんないですけど、歯がない人でも大丈夫本当に口の中で潰して食べられる。そうですね、どんどん溶けてくる感じで、メープル味も美味しいです、ね、メープルいきたい、ちょっとメープル、ふわっとメープルの香りが、メープルの雪だるまいただいちゃうよ。これ入れ物が石屋さんのやっぱパッケージが可愛いの多いよね、もう本当に、うん、これね飾れますもんね、そのままね、うん、小物入れとかにそのまま使っちゃう子供とかいるんじゃないかな、と思います。捨てられないこれ、メープル香りがむちゃくちゃ、なんかなんだろう、トーストが食べたくなるメープルがすごい、すごいですね、うん、ずっと残ってます口の中で。おいしい、おいしい、これは。え、石屋さんのクッキー系でこういうの俺初めてじゃないかな、なんか新感覚。結構なんかラングドシャ系のカリッとしてる感じが多いですよ ね。あ、こんなふわほろサクほろ食感のクッキー、これ美味しいです。新商品、ぜひ皆様もお試しください。クリスマスミニブッククッキーアソルト、札幌市内の石屋直営店、そしてピカデリー西四本店、道内特約店、そして石屋オンラインショップ通販で日本全国どこからでもご購入いただけます。ぜひ皆様もお試しください。おいしい、おいしいそれでは本日の七十二候のコーナーに参りたいと思います。日本には七十二候という72の季節があります。季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子が72の時候の名前になっており、約5日ごとの自然の変化を知ることで、きめ細やかな季節の移り変わりを感じることができます。この放送ですね、この12月の頭から始めまして、もうね、1周年がもう経ったわけなんですけれども、前回も紹介しました、今回の七十二候は冬至、夏枯れ草生ず、夏枯れ草生ずです。前回これを紹介した時はですね、アシスタントがしおりちゃんで、はい、尺八のね、田辺しおりちゃんで、尺八吹いてもらったんですけど、それちょっと聞いてみましょうか。去年、うん、ね、1年間通してね、ちょっとやり方とかね、やることもいろいろ変わってきてると思うんですけど、ちょっとこの夏枯れ草生ず、去年何やったかね、ぜひちょっと聞いてもらいたいんで、皆さんにもね、こんな感じでした。はい、じゃあ、はい、その生み出されるみたいな。あ、そうだね、芽が出るところだからね。芽が出ると、うんうん、夏枯れ草生ず、生じた短っ、短いですね一瞬一瞬これ夏枯れ草生ずっていうのがですね、ウツボグサという、まあ、植物の芽が出てくる頃、年の瀬も押し迫り忙しい時期ですが、たまには休息も。このウツボグサっていうのが夏に枯れる草ということで、うん、夏枯れ草っていうね、ウツボグサっていうのの、まあ、別名がまあついてるわけなんですけども、はい、すごい短かったですね、びっくりしましたねキューンくるくるくるポンつって確かにそうだなっていうのはね、わかりました、伝わりました。そうそう、割とね、あとになってこう長くね演奏することが増えてきたんですけども、その当時はね、もうその事象をただ表す SE 的な猫どもやったりとかしてましたね。今日はですね、やってみますか、夏枯れ草生ず演奏してみますか。はいはいじゃあちょっと準備してる間に冬至のご紹介もしてみようかな。冬至、冬至るでね、冬至とは1年で最も昼が短く
夜が長い頃のことということで、これから日が伸びていくので古代には冬至が1年の始まりでしたということで、あ、まあ確かに分かりやすいよね。一番日の時間の短いところからスタートしてこう1年が始まっていくっていうのは、まあ確かに理にかなっているような気はしますよね。日が伸びていくのをウキウキするもんね、やっぱり。はい、はい、ということで、じゃあ演奏してみましょうか。はい、今日はどんな長さの四本のちょっと今まで使ったことがないやつなんですけど、うん、はい、これはフラットが嘘です。嘘ついた。まあそういうのあるよあるよ、工房も筆の誤りだよ、あるある。フラットなんだっけ、あ、4つか、フラットが4つ、あ、フラットが4つ、あ、嘘じゃなかったよ、フラットが4つの時に、うん、使う風になってます。あ、なるほど、はい、今まで出てきてないのでちょっとこれでやってみます、うん、はい、あのお一人でいいですか今日、はい、じゃあよろしくお願いします。短くても全然いいですよ今日は。はい、ありがとうございました。素晴らしい、いいね、最初のこう生命の力をこう蓄えたところがだんだんこう発露していく感じ、まあ素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、本日ご紹介したのは、夏枯れ草生図をひかりちゃんの篠笛でお届けしました。それでは本日の2曲目お届けしたいと思います。もう1曲もクリスマスソングをお届けしようかなと思うんですけれども、次はじゃあひかりちゃんのおすすめクリスマスソングを、はい、はい、もうこれはもう数年前にとてもとてもヒットして、うん、はい、まあ、今でももう若者の中でクリスマスソングといったらこれでしょうっていう曲になってます、うん、はい、バックナンバークリスマスソングお聴きください。バックナンバークリスマスソングお届けしました。さて、今週も30分にわたってお届けしてまいりましたアウンジェの北海道の四季、いかがでしたでしょうか。ねえ、まあクリスマスウキウキ気分ありますけれども、ぜひ皆様ね、足元もお気をつけいただきまして、元気いっぱいね、年の瀬まで駆け抜けていっていただきたいところでございます。ここでお知らせをさせてください。この放送は今オンエアされている他に後日お聞きいただくことができます。まずはポッドキャスト、そして毎月月末にはオンエアの模様を動画にして YouTube で配信しています。三角山放送局さん、そしてアウンジェの公式チャンネルをぜひご覧ください。またアウンジェのライブ情報、札幌でもお聞きいただける配信情報などは公式ホームページをぜひご覧ください。アウンジェ AUNJ で検索よろしくお願いいたします。その我々アウンジェですね、来年が CD デビューかデビュー15周年ということで、2023年2月5日からですねライブが始まります。場所は渋谷の JG ブラッド中夜2階公演で、タイトルはアウンジェ 15th year live ということで、詳細は SNS などで発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。また皆様からのご感想や和楽器についての質問、こんな曲かけてほしいなどお待ちしております。 Twitter の三角山放送局にぜひコメントください。いただく際にはシャープ AUNJ4S シャープ AUNJ4S を入れてつぶやいていただけたらと思います。はい、
今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはアウンジェの尺八担当石垣星山と桜ジェイサウンズ忍担当の玉木ひかりでした。それでは皆様、良いクリスマスを。